大島康典さんが70歳で死去、4年以上のがん闘病、6月24日に退院したばかりということで、プロ野球の中日ドラゴンズで主砲として活躍し、日本ハムファイターズでは、監督を務めた野球評論家の大島康典さんが6月30日、大腸がんのために亡くなっていたことが7月の5日に分かりましたと、70歳でした。 葬儀は4日に親族らによって密葬にが、えー、取り行われていますということで2016年10月にステージ4の大腸がんを公表して以来逃亡生活を続けてきた大島さん2017年2月に大腸がんの手術をしましたが後に肝臓や肺にがんが転移していたことを公表2020年には6月3日から3日間にわたって3リットルの腹水を抜くために入院しており 17日には再入院24日には退院を報告していました以降も毎日のようにブログを更新していましたが29日、21日を,21 21時を最後に更新が途絶え読者からは心配の声が上がっていましたと大島さんは当時の中津工業高,高校野球部監督に才能が認められ 野球部部へ入部されたんですねエースで4番打者としてチームを牽引し1968年ドラフト3位で中日に入団すると本塁打王最多安打のタイトルを獲得するなど恐竜打線の一員として活躍しました現役引退後は野球解説者を経て2000年からは日本ハムファイターズの監督に就任されましたと 2006年には第1回ワールドベースクラシック WBC 日本代表の打撃コーチに選ばれ当時の王貞治監督へイチロー選手の打順を進言するなど WBC 初代王者に貢献しました5日には大島さんの妻がこの命を生ききると題してブログを更新命には必ず終わりがある自分にもいつかその時は訪れるその時が俺の寿命 それが俺に与えられた運命病院に、えー、病気に負けたんじゃない俺の寿命を生き切ったということだその時が来るまで俺はいつも通りに普通に生きて自分の人生を命をしっかり生き切るよ」など大島さんが2021年の春頃に記した言葉を、えー、再掲したもので,で最後にはまた改めまして 読者の皆様にご挨拶をさせていただきます。少しお時間をいただくことになると存じますがどうぞよろしくお願い申し上げますと、えー、妻の言葉で結ばれていると闘病生活を送りながら、えー、ブログを毎日のように更新し、えー、病と戦いを報告してきた大島さんファンからはただただ残念でありますだけど男として憧れるような最後を迎えられたこと改めて尊敬いたします 大島さんんは生き抜いたんですよ僕も生き抜きますといったコメントが寄せられているとまた中日ドラゴンズの後輩にあたる元プロ野球選手の山本昌さんは自身のツイッターで雲の上の存在でしたが無名のルーキーの私によく声をかけていただきましたまだ70歳これからも野球界の発展にご尽力していただきたかった本当に残念ですと 大島さん、の早すぎる死を悔やみましたと。で大島さんね、あのー、4年以上のがんの闘病ということでね、えー、がんの痛みからね、解放されたのは、えー、何よりも、えー、救いということでね、余、え、命、ー、1年宣告から4年以上の、えー、かなりの、ね、痛みと、えー、戦ってこ、えー、られたのですから、相当だと思うんですよね。えー、あの状態でね。 回復して退院ではなかったってことがほとんどのね人が分かっていたんじゃないでしょうかあ、ね、まあ今はコロナだからねお見舞いすらできないですしねその退院された時にそれほど長くないことも病院では全てをやり尽くしてあとはもう残された時間をご家族とともにの意味での退院だったなというのをね思ってましたと えー、病気に負けたのではなく自分に与えられた命を生き切ったこれはね、本当に良い言葉ですよね、えー、癌に負けたのではない、えー、生き切った天命を全うされたものだと思います、うん、大島さんのね、この生き方ねあのかっこいい生き方ですねそしてねなんと素晴らしい言葉なんだろうということでね、えー、心よりご冥福をお祈りいたします